まあ、中型の家庭用の耕運機ですね、こちらで畝だったところを耕しています。こうやって表面の土を柔らかくすることで、この後野菜を植えるために作る畝作りやるんですけれども、その作業が非常にしやすくなります。ガソリンで動く小型の耕運機ですけれども、畝に対応している機械です。平ぐわを使って畝を作っていきます。耕運機で一度耕されて柔らかくなってますので、非常に畝作りがしやすい状態になっています。4辺をこう溝を掘るような形で中央に山を作って畝を作っていきます。で、今日植えているのはこれじゃがいもの種芋、北あかりという品種のものなんですけれども、今年はこういう畝に埋めるというよりも作った畝に置く、そしてこの上から、黒マルチですね、ビニールシートを、貼るという栽培方法で、チャレンジをしようと、しています。ビニールシートは、こうやって平ぐわで、風で飛ばないように土の重りを、しっかりと、土留めとして、使います。もう一方の畝ですね、こちらも 3m×1m というサイズの3平方メートル、葉物野菜がこれまで育っていた畝ですけれども、耕運機で耕していきます。で、この畝は、このあとじゃがいもが半分と、あとはエンドウ豆、そら豆という豆類を苗植えようとしてるんですけれども、同じように平くわを使って、畝の形を整えていきます。そして、じゃがいもですね、先ほどと同じ、北あかり、これ畝の半分ですから、3m の長さの畝なので、1.5m の幅に、今回は4つ置きました。で、その上からマルチを敷いていますけれども、この映像で見る奥側半分にはまだ何も植わっていません。この後、エンドウ豆、それからそら豆の苗を植えるところです。桑の葉を使ってきちっとシートが止まったら、これはマルチカッターを使って植え穴を開けています。この後エンドウ豆とそら豆の苗を植えるところですね、土を掘り起こして、ここから苗を植えていきます。今植えているのがエンドウ豆、つるありのものなので、この後ぐーっと上に、つるが伸びて、育っていきます。こちらがそら豆ですね。そら豆は、4月ぐらいにできるでしょうか、空に向かって、鞘が大きく育っていきます。主にエンドウのつるを誘引するための支柱を今組んでいます。長さが 1.8 メートルの支柱を使っています。組み上げるのは麻紐、うまくこう支柱とくくりつけて縦に横に育ちやすいようにしていきます。収穫は4月の下旬から5月頃を目指しています。